ついに、台湾初の自国建造潜水艦、ハイクンが、ドックから洋上へ展開した。今回は、ハイクンの洋上試験開始について、詳しく見ていきましょう。アメリカの最新鋭技術も詰め込まれた、通常動力型潜水艦となっており、日本の太平洋型を超えているのではないかという話も出ているくらいだ。2024年2月27日、台湾南部の高雄にある造船会社 CSBC 台湾国際造船が、2023年9月28日に進水した台湾初の国産となる通常動力型潜水艦ハイクンを非ドックから出溝させた上で、高雄港内において、各種タンクの水密性や重量制御に、安定性やバラストのチェックなどの試験を実施し、問題ないことが確認された。昨年の進水式の際には、船体全体が台湾国旗を表す幕で覆われていたため、詳細な構造は見ることができなかったが、試験前に乾ドックへ移動された際に、ハイクン全体像がはっきり確認できる状態となり、岩視神型に、高周波ソナーや側面のアレイソナー、6門の魚雷発射管、排水口など、船体各部の構造や形状が明らかとなった。中国が2027年までに台湾侵攻を実施すると、様々な専門家が予測している中、中国海軍が空母やイージス艦、強襲揚陸艦などの侵攻に必要とされる大型艦艇を次々に建造していることへの対抗策として、旧式化した4隻の通常動力潜水艦の刷新を図らせるために計画された潜水艦がハイクンなのだ。ハイクンは、ディーゼルエレクトリック機関を持つ通常動力型潜水艦であり、水中排水量は2500から3000トン、全長70から80メートルほどで、海自で水中排水量4000トンを超える、太平洋型や双竜型よりも一回り小さいが、戦闘システムに関しては、アメリカから最新のものが供与されたようだ。蓄電池には、双竜型の11番艦の桜竜や12番艦の東竜のほか、太平洋型潜水艦に使用されているリチウムイオン蓄電池が搭載され、長期間の潜航を可能とし、水深の浅い台湾海峡に潜むには、通常動力型潜水艦より騒音が大きい中国海軍の原子力潜水艦よりも有利だと言われている。加えて、双竜型や太平洋型との共通点として X 字架字が採用されており、これらのことから、ハイクンの開発に日本が絡んでいるのではないかとも噂されていた。その噂は、自意識過剰な部分があり、実際に、X 字架字は、日本の潜水艦が採用する以前からヨーロッパで導入されている技術であり、リチウムイオン蓄電池に関しても日本独自が開発して他国が使用できないわけではなく、日本が台湾にそれらの技術を伝えた証拠にはならない。ただし、通常動力潜水艦の性能においては、世界一と評価される日本の潜水艦開発、製造技術が台湾に伝えられている可能性があるということだけでも、中国への牽制となるだろう。しかも、台湾は、今後、このハイクン級を8隻建造する計画を立てていて、日本円で、1兆6000億円の予算を組んだ。現時点で、台湾海軍における潜水艦戦力は、通常動力型潜水艦4隻となっているが、いずれも数世代前の旧式潜水艦であり、最新の海虎でさえ収益は、1988年で、慣例はすでに36年ほどである。それでも、台湾海軍では、海竜級通常動力潜水艦の2番艦、海虎を、文字通り、虎の子として、現在も運用している。海虎の初舷は、基準排水量2300トン、水中排水量2600トン、全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートルとされ、ディーゼルエレクトリック機関による速度として、水上最高速力12ノット、水中最高速力20ノットを発揮し、6門の 533mm 魚雷発射管からは、ハープーン対艦ミサイル SSM を発射することができる。これらの性能だけを見れば、現在においても十分に通用する性能を持っているものの、日本の海上自衛隊で言えば、すでに、3世代前の主力潜水艦として、
現時点で、そのすべてが退役している渦潮型潜水艦や、2021年4月21日に、乗員53人全員が死亡する沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラなどと同世代の旧式潜水艦であると認識して良いレベルだ。要するに、中国海軍が保有している潜水艦の性能には到底及ばず、世界的に見ても低レベルとされている中国軍の哨戒能力であっても、海虎は探知が可能とされており、さほどの脅威ではない。もともと、海竜級潜水艦のベースはオランダのツバ・ルトフィ級通常動力潜水艦であり、改良された海竜級を台湾海軍は当初6隻購入する予定であったが、これに気づいた中国がオランダ政府に対して購入を阻止するがごとく、強い外交圧力をかけ、それに屈したオランダ政府が追加契約を破棄したことによって、わずか2隻の購入しか許されなかった。この2隻の他に台湾海軍で運用している残り2隻の潜水艦については論外であり、いずれも太平洋戦争末期に建造された米海軍の通常動力型潜水艦で、その退役後に台湾海軍へと売却されたものであることから、軍事評論家などの間では骨董品とも揶揄されているレベルである。その骨董品のうちの1隻、海氏は、1945年に就役した米海軍天地級通常動力潜水艦カットラスであり、1973年12月4日に台湾へ売却されており、慣例にすると80歳くらいだ。ご老体であることは間違いなく、近年においては艦体の耐圧柄の歪みが発覚したり、艦体各所に金属疲労が発生したりするほどで、水深20メートルくらいまでしか潜れないのではないかと噂される潜水艦である。そしてもう一隻のアザラシも同じく、1946年に就役した米海軍のパラオ級潜水艦タスクで、やはりアメリカ海軍退役後に台湾海軍に売却されたものであり、海氏とほぼ同じ規模である。両艦とも近年の潜水艦では装備されていないような艦上の5インチ砲 40mm 機関砲 20mm 機関銃が搭載されたまま運用されており、アザラシも海氏と同様に金属疲労が著しい全近代的な潜水艦として、その実用的な潜水深度はやはり 20m ほどではないでしょうか。このように台湾海軍の潜水艦は、慣例40年以内の海竜級2隻はまだ戦えるとしても、慣例80年近くになる海氏とアザラシの骨董品2隻は、いつか近い将来に先行事故を起こす可能性が高いと指摘されており、いかに中国軍の対潜哨戒能力が低いとしても脅威とはなり得ないだろう。中国が台湾侵攻を進める際に、中国軍は、海と陸から台湾封鎖を試みる可能性が高く、その中で台湾が強力な潜水艦を保有することは、中国海軍の海上行動を抑止する大きな要素となるため、是が非でも手に入れたいところだと思慮する。しかし台湾は中国が国際社会にかける外交圧力によって、海竜級潜水艦が2隻しか導入できなかったように、西側諸国から最新鋭潜水艦を購入することは完全不可能に近く、また潜水艦を自国で建造する技術も持っていない。確かに空と海上ではある程度の戦力を台湾軍は有してはいるものの、現代戦においては極めて重要な戦場となる海中の警戒態勢が脆弱であることは、台湾にとって大きな悩みの種であり、台湾海峡を渡ってくる中国海軍はどのような手段を使ってでも、台湾海軍の潜水艦戦力の増強を今後も阻止してくるだろう。現に、海空が浸水した際に、中国側は、即座に反応して、身の程知らずだという声明を発しており、これまでも、中国は、自国にとって、大きな脅威となり得ると思われることに対しては、すぐに過剰な反応を見せてきたことから、台湾海軍の海軍級潜水艦の導入が進むことを警戒しているとも言える。国際社会では、台湾海軍の潜水艦戦力の増強が早いか、中国の台湾侵攻が早いかといったことに注目しており、その影響が大きく出るのが、次の中国主席を決める2027年とも言われている。
2023年12月15日に、現在のオーストラリアで政権を担当するアルバニージー首相は、アメリカの議会がこれまで承認したことがなかった原子力潜水艦の第三国への売却を初めて認めたとして、歓迎のコメントを発した。これは、アメリカの下院議会が、前日の12月14日、2024年度分の過去最大規模の国防予算の概要を定めた国防権限法案を可決したことを受けての反応で、2021年9月に電撃的に締結された新たな軍事同盟、オーカスの大きな成果だと評している。オーストラリア、イギリス、アメリカの3カ国が締結した新たな軍事同盟のオーカスは、近年の中国が、軍事力の拡大を背景に、インド太平洋地域で推進している支配地域の増大に、大きな抑止効果を生むことを目的としたものと言えるだろう。オーストラリアのアルバニージー首相は、今回のアメリカの下院議会の国防権限法案の可決を受けて、その内容は、オーストラリアが、アメリカからバージニア級攻撃型原子力潜水艦を入手することを意味すると述べた。これまでにも、オーカスの締結によって、オーストラリアは、アメリカから、少なくとも、5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達し、以後は、主に、イギリスとの協業で、新型のオーカス攻撃型原子力潜水艦を建造する方向であると報じられてきた。今回のニュースは、その動きを、確固たるものとする、政治的で具体的な第一歩であるとめされ、オーストラリアが直面している国家の安全保障政策上において、大きな節目となることを世界に示した形と言えるだろう。アメリカの下院議会が今回承認した2024年度分の国防権限法案は、総額でおよそ8860億ドルにも及ぶが、その内容には、オーカスに関するオーストラリア向けの攻撃型原子力潜水艦の売却に止まらず、ウクライナへの軍事支援も含まれてはいる。このところのロシア・ウクライナ戦争においては、アメリカからのウクライナへの軍事支援が危機的な状況にあるとの報道も多かったことから、その意味でも西側諸国にとっては歓迎すべき内容だと言って差し支えはないだろう。こうした報道を受けて、オーストラリアのマールズ国防大臣も、アメリカが第三国に原子力潜水艦の売却を承認したことは初の出来事であると発言しており、同国が寄せる期待がいかに大きなものであるかが伺える状況である。そんな攻撃型の原子力潜水艦の入手の進展に沸くオーストラリアだが、現状の潜水艦戦力は、通常動力型の攻撃型潜水艦のコリンズ級を、1996年7月から2003年3月にかけて6隻保有、運用しているのみで、その老朽化が課題となっている。コリンズ級は、水上排水量が3051トン。水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルの規模を持つ通常動力型の攻撃型潜水艦で、すでに最終6番艦の南京の就役からも20年以上の歳月が経過している。このコリンズ級は、スウェーデン海軍のメステルイエトランド級、水上排水量1070トン、水中排水量1143トン、全長 48.5 メートル、全幅 6.1 メートルをベースに大型化した潜水艦で、主兵装として、533ミリメートル魚雷発射管6門を艦首部に装備している。日本の海上自衛隊との比較で言えば、同時期に建造され、今は、実戦配備中の潜水艦としては、最古参の親潮型にほど近く、こちらは、基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートルとなっている。親潮型は、ネームシップにして、1番艦の親潮が、1988年3月、最終11番艦の持ち潮が、2008年3月に就役を迎えた艦艇だが、すでに、1番艦親潮は、2023年5月に除籍、2番艦満潮、4番艦牧潮も練習潜水艦に変更されている。したがって、現時点で、海上自衛隊が実戦配備を継続している親潮型は、8隻を残すのみとなっているが、ご存知のように、海上自衛隊では、
年に一隻ずつの新造艦を戦列に加える形を継続しており、2031年までには全てが入れ替わることが予期されている。四方を広い排他的経済水域と領海とで囲まれた島国である日本にとって、海の防衛を担う海上自衛隊は、その戦力の中核に潜水艦隊を置いており、その維持と運用とは、自国の国防のようとなっていることは言うまでもない。現在の海上自衛隊では、こうした潜水艦隊を22隻体制とすることを、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略において明記しているが、現行の体制を敷くことが定められたのは、2011年度からで達成に至ったのは、昨年2022年のことである。2011年以前の防衛計画の対抗においては、海上自衛隊の潜水艦隊は16隻体制が敷かれていたが、中国をはじめとする、近隣の国家の海軍力の増加を鑑み、6隻を増やして安全保障体制を強化する方針へ変更された経緯がある。したがって、それ以前までも、年に1隻ずつの潜水艦の新造艦の追加は行われていたが、切れば、裏を返せば、最低で、16年で、潜水艦は、実戦配備を外れる状態だったといえ、今は、それが、22年のサイクルへと伸ばされたということができる。こうした海上自衛隊の潜水艦隊の代替のサイクルに関しても、それに否定的な見解を示す一部の勢力からは、無駄に防衛費をつぎ込んでいるとの批判は、当然あったわけだが、このサイクルが、日本の通常動力型潜水艦の建造技術の蓄積にもたらした貢献は大きい。翻って、オーストラリアの潜水艦の運用状況に話を戻せば、現時点では、アメリカからの売却が正式に承認されたバージニア級攻撃型原子力潜水艦であるが、早くとも、その配備は、2030年代の前半と目されており、未だ、しばらくの時間を必要とする。そのギャップを埋める必要があるため、オーストラリアは、現行のコリンズ級に近代化改修を施し、運用期間のさらなる延伸を図るものと思われているが、そもそも、コリンズ級は、開発段階から、様々な問題にさらしられていた艦艇だった。コリンズ級は、一言で言えば、潜水艦の要艇とも言える静粛性に、大きな問題を抱えてきた経緯があり、他の不具合も少なくなく、信頼性に乏しく、一時期は、6隻中で稼働可能な艦艇は、わずかに1隻という事態に陥った時期もあったほどだった。こうした状況下、オーストラリアは、コリンズ級潜水艦の代替を進めるべく、プロジェクトを始動させ、2016年4月には、フランス、ドイツ、日本によるコンペの結果、フランスの提案を採用し、新たな通常動力型潜水艦アタック級とすることを決定した。フランスの案によるアタック級潜水艦とは、フランス本国で計画中のシェフラン級攻撃型原子力潜水艦の機関部を通常動力型に換装するという手の込んだもので、決定時には、一部で懸念する声が上がったものだった。当時の日本は、この時のコンペには、その時に自国でも最新型であった、双流型を提案していたとされ、一時期は、アメリカが、日本の、双流型の採用を推しているとの情報もあり、初の大型防衛装備品の輸出成功かとの期待も高まった。しかし、当時のオーストラリアは、国内の製造業の縮小傾向を政治的にカバーすることを、アタック級の採用にあたっても重視していたとも言われ、日本の場合は、双流型は、完成品を輸出する形しか提示できなかったとも伝えられている。それに対して、フランス案は、オーストラリア国内での建造を条件に加えて提示を行っていたとも伝えられ、結果として、それが、大きな決め手となって、アタック級の受注を獲得することに成功したとまで言われたほどだった。結果として、2016年のオーストラリアのこの判断は、猛烈な勢いで、海軍力の増強を図り、南シナ海を手中に収めようとする中国の動きの前に見直しを余儀なくされ、また、アタック級の計画の遅延と費用の増大も、それに拍車をかけたと言われている。こうした流れから、コリンズ級の近代化改修に費用を投じるくらいなら、いっそ、バージニア級やオーカス級の収益までのつなぎに、
再度、日本からの通常動力型潜水艦の調達の可能性があるのではないかとの声も一部で囁かれている。ただし、個人的には、これまでの経緯を総合して考えてみても、今更、日本が、通常動力型潜水艦をオーストラリアに売却することが現実的にあり得るとは到底思えず、憶測の域を出ない見方だと感じている。